ホラポス関西百名山ワウワウ。こっから、はい、いよいよ今日は、ホラポス関西百名山は第 73?3 かな、73やろ、うん、73で33軒山、まあ縁起がいいに行ってみたいと思っております。はい。タイトル名変わっ、チャンネル名ですね。タイトル名、変えました。その名も皆さん今後よろしくお願いします。おいしい登山というふうに変えさせていただきました。チャンネルをね紹介するときにリュウジいつもとってあれちょっと書きにくいんでね、おいしい登山やったら検索しやすいかなと。そしてこのチャンネル名に込められた思いとしては、はい、山で食べ物を食べるとすっごくおいしいじゃないですか、はい、水にしてもそうなんですけど、もうでそのおいしく登山を楽しむっていう意味合いも込めておいしい登山にしようかなっていう感じですね。リュウジさんはどうなんでしょうかね。リュウジさんが登山はどうしても入れたいっておっしゃってましたよね。言ってないよ。言ってる言ってる。登山の文字は外されへん言ってね。俺言ってへんでよ。チーム純吉&龍吉にしようかと思ったけどね。美味しい山って言うてんわ。美味しい山言うたんか。美味しい登山ですね、はい、にしたいと思います。それでは今日も元気に、はい、行ってみよう。行ってみよう。おう、チェンチェルルンチェ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 ン。チキンプランです。すごい旅行やね。旅行やね、これ泊まらんでええんかっていうことや。ここでしたね。おー、ゆうちゃんは。はい、今日のおいしいは何ですか。今日のおいしいはね、はい、すいませんね、毎回一緒なんですけどね、銀座西川のね、ひつき代わり食パンで、ね、今月は安納芋なんですよ。はいはいはい、ちょっと行き指導中長かったんで、だいぶ食べてしまったんですけど、それと、今日はね、寒くなってきたんで、カップヌードルですね、山カップ麺の美味しさをぜひともね、はい、今シーズン初味わいたいと思って、バーナーも持ってきました。はいはい、うわ、ちょっと雪をいただいてる感じがね、うん、いいね、大阪じゃちょっと見られへん風景をね、はい、はあ、気持ちいい。登山口までは3キロほどあるそうです、駅から。そしてここは、はい、またもや福井県。遠いな、福井。はい、一応関西百名山ということでね、はい、行ってみたいと思います。はい、行ってみよう。で、見返りの松やって、あー、なるほど、確かにね、確かに見返りの松すっごい立派やわ。いや、ほんまにすごいです。落ちいいように支えがしてあるな。
派。めっちゃすごい、こんな空見返ってもどっから見ても立派な枝張りなあ。え、すごい、登れそう。全然駅伝物やって。タイヤ置いてあるで、タイヤ、タイヤ、あ、これほんまや、見たまんように。へー、これすごいよ、竜みたい。うん、おい、竜あ、すごい。これは確かに見返りの松やわ。え、めっちゃ大きいな。私の人生で一番立派な松やった。車が止まっているってことやってるのかね。梅の駅らしいです。梅有名なんやね。あ、じゃあさっきの梅の木なんかな、いっぱいあったやん。あ、なあ、梅干しまで出ちゃうか。はい、時刻は10時35分、はい、距離は 3.2 キロ。はい、わー、めっちゃ親切やな、これ。トイレも綺麗。車で来たらなんとここまでアプローチできる、ね、はい、便利。でもそうするとあの立派な松は見られへんかったからね、はい、ちょっと借りてから行きたいと思います、はい、はい、現在地ここです。第1、第2駐車場、お手洗い済ませて、山頂まで3キロの道のりです。水張りの夫婦松、風神で山頂。はい、ところで純喜さんアルバイトに最近精を出されているそうですけど。そうなんですよ。で、その中でもこの前、はい、なんと伊勢海老の中納言に行ってきたらしいですね。中納言、皆さんご存知ですかね。大阪在住の方、コマーシャルよく見られてるそうなんですけどね。美味しかったですか。いや、食べてはいません、働くだけなんでね。いや、あの単発バイトでいろいろね、いろんな職場にお邪魔するとね、すごく楽しいんですよ、はい、常に新人の気持ちを味わいつつ、はい、いろんなやっぱ飲食店が楽しいなって思いますよ。いろんなお祝いの席にね、こう、うん、喜んで、はい、喜んで。頑固やったそれ。頑固ですね。頑固の宴会スタッフもさせてもらってね、楽しかったですね。みんながやっぱり楽しく和気あいあいとね、お酒を飲んでああやって歓談してる姿っていうのはね、見ててこっちも幸せのお裾分けをいただけますね。っていう感じで、あのバイト生活楽しんでおります。伊勢海老は伊勢海老お土産もあったんですけどね。これ一緒にお金貯めて食べに行きましょう。またバイト代消し飛ぶ勢いで食べに行きましょうということです。はい、はい、以上です。もうスピリチュアルって感じなあ、やばい、小屋さんかやばいな。なんでもここから33軒堂を建立するときに木を切り出したから33軒山っていうそうですね。な、はい、なんかそれ分かるような気すんな、うん、神聖な感じがする。はい、またやってきました。ところで、ジュンキさん、昨日誕生日やったらしいですね。あ、そうなんですよ。おめでとうございます。12月ね、誕生日なんで、ありがとうございます、はい、46歳になりました。はい、はい、ここなんか石垣の跡がようさん残っててね、昔なんかあったんかなって感じ、思わせる感じですね。33元上へはい、元気です、はい、もう何かにつけて綺麗な山やで、ほんまに。時刻は10時54分、距離は 4.3 キロ、こっから山頂まで3キロだそうです。ここ右に入ります。もうね、こんな綺麗な世界があるんかって思わされるほどね、足元から水の流れから黄色と緑の、本当に綺麗、うん、なあ、スクーキがまた澄んでて美味しいのよ、ひんやりしてな、うん、美味しい、美味しい登山美味しい登山始まるよって感じはい、はい、はい、時刻は11時8分、はい、距離は 4.8 キロ、はい、最後の水場ポイントにやってまいりました。どっかの水飲めるのもちょっとわかんないですけどね。そう気になればどこでも。他の水汲んで飲めってこと？いつもこっちから川の水から離れるのかな。ちょっと川沿いにしたけど、はい、はい、こっちから行ってみたいと思います、はい、おー、綺麗だね。ちょっと散っちゃってるけど、いや、勾
場合は急なんやけど、すっごくよく踏まれたいい登山道で、もう最高ですよ。これぞ登山って感じ。あー綺麗。美味しい登山です。あ、空気が美味しい登山何でも美味しいよね。いいだよね。紅葉はもう終わってます。あの足元にすごいね、綺麗な赤い葉っぱがね、いろいろ落ちてんのよ。お前で、あそこにちょっと残ってるのが、あ、美しい秋山はね、一瞬だからね、これでも十分綺麗だけどね。紅葉山、晩秋の哀愁漂うって感じです。なかなか勾配急ですね。うん。なんで。すみませんか。セグマ。大丈夫か。ああ、町が、村が。ほんまやね。はい、標高は手元で518メーター、時間は11時35分、 5.6 キロ。今年の我々にとっての初雪であります、これ。イエーイ、イエーイ。もう出てきたよ、ちらほら遠くから見えてたからね、白いの。そうやな、言うほどまだ寒くないけど、日当たりがいいんでね。もうしかし綺麗な山やね。うん、道が綺麗な。うん、本当によく踏まれてる。美味しいちょっといい目。美味しい道ちょっといい目。はい、聞いてたんですけど、これそうやったんですかね、きっと目音やったんですかね。はい、山頂前に残すとかあと 1.6 キロです、1.5 キロだそうです。はい、では頑張っていってみましょう。あ、出た。あ、綺麗やね、ほら。あ、じゃーん。そして本日の美味しいその1、西川安納芋限定版、10日までやったっけ、毎月。だったかな、忘れちゃったけど。今月は安納芋。上品な甘さです。三軒山です。これは何の足跡でしょうか。キツネかな。キツネ、タヌキ、ウサギ。ウサギまでやってまいりました。山頂まであと1キロ地点、11時54分、はい、6.15 キロ、はい、いやー雪がね、こんななってきてね、へーって感じよね。結構シャリシャリの雪やね。せーの、雪深くなってきましたね。すごい景色やで。いや、下から見とったらそんなな。うわ、すごい。ほんまの雪になってきました。だんだんな。ツルツル滑る系じゃないから助かるけどね、ちゃんと足がめり込む系。かっこええ。
すごい佇まい。どれどれが風神かは分からへんけどもうここは風神というスポットらしいよ。山頂まで700メートルポイントですね、はい、風神です。時間時間はね12時7分、はい、距離は 6.46 キロです、はい、風神です。すごい。でも雪ですせ兄貴スキー場みたいな。すごいねこれゲレンデやな動物もテープに沿って行っとるがな。獣の足跡この方も。あ、そうか。じゃあ、あすごい。雪わかるかな。ね。あすごい。すごい。あすごい。おお。やばい。わあすごい。どんなんこれ。うわ。うわすごい。ええやな。これは360度すごいな。これはすごい。このちょろっと被った雪の風景がまたすごいな。分かれへん分かれへん。関西百名山パパウは第73座33軒山山頂タッチ。もう濡れてる。やりました、時刻は12時33分、はい、距離は 7.2 キロです
人形です。ダイブしました。そうや。座るそう。もうちょっと下行ってみようか。はい。あ、時間と距離。はい。時間は12時47分、距離は 7.8 キロ、はい、こっちから登ってきました、はい、でこう左にとって33元山山頂を極めた後、はい、ここに戻ってきて今度下山は六郎山方面に下山していきたいと思います、はい、とりあえず行きます。ここ爪の跡や、限りなく私の手と比較してこうなんやけど結構な大きめの熊の足跡かなと思いますね。あの辺も続いてますね。おるぞここに人間がなんですね。多分ここ熊さん通ったんじゃないですかね。熊さんの足跡。チリンチリン。チリンチリン。めっちゃ熊さん通ってますね。チリンチリン。チリンチリン。
山の気配がするのでご飯どころじゃなく下山をしておきます チリンチリン。はい、雪がなくなってきました。なんかようやくね、下山に入ってきたって感じしますね、はい、いやー、熊のリアルな足跡がもう、あ、こっちからこっちに取れてるわとかね、めっちゃ足跡ついてるからもう怖ってね、はい、この辺りでも目撃情報があります。今日はご飯抜きですおいしそうさん、どこ行ったの？怖ーって食べられうん、うまいな。チリンチリン。ちょっと急です。手汚れとるやん、これ。うん、おいえい、はい、時刻は13時49分、はい、10.9 キロ、六郎山登山口まで降りてきました、はい、あの最後のロープをついてるとこだけがちょっと激急な感じで、あとは綺麗に津軽がね続いて、安全に降りてくることができました、はい、六郎山の眺めは最高、熊は激怖という感じでしたねもう気配がねもうめっちゃするで、チリンチリン。はい、林道になりました。なんかちょっと安全な感じがしてほっとしてわからんで、あんたザー出てきたらどうする、どっかの山行った時にこんな道じゃおてやろ、おー、そうやなそうやな、おー、あれ、すすきの山やったよな、そうやとっさに走って逃げた。でもね、今回ね、熊の足跡あるで、リュウちゃん、これ熊の足跡やろって見せた後のリュウちゃんの一言、チリンチリーンめっちゃ弱そうなんでやねん、めっちゃ弱そう、おるで言うとんねん、クマにここに人間おるぞ言うて、なんかこう急ごうとか、なんかな、もっとなんか言うかなと、チリンチリーンなんやそれチリンチリンやがな、とりあえずクマズズや、笑うわさっきのなんか大雪原とは違う、またねえ、趣やね、チンチンそんなんじゃクマは逃げんと、はい、ここはまだ秋です。もうちょっと登ればもう厳冬期かっていうぐらいの大雪でしたね岩冬期じゃん、あ、岩冬期、ちょっとカットしてみたいや、でちょっとさらに下れば雪解け期、はいはい、もう季節が凝縮されてるような感じでしたね、チリンチリン、これは完全にそうやな、はい、無事下山終了、14時25分、はい、距離は 14.1 キロ、はい、はい、予定より早くする下山することができたので、このまま、来た駅に向かって6キロほど走って、チキン南蛮定食を食べて帰りたいと思っております、はい、カップラーメンはまた次回ですね、はい、はい、臨機応変、なんか左ですね、はい、行ってみよう、豆田の稲荷、はい、はい、今日の美味しいです、今日の美味しい豆田の稲荷、イエーイ、はい、おなじみ豆田の稲荷、本当はこれにカニ稲荷があったんですね、はい、カニ稲荷家で食べてきました、我慢できずに食べてしまいました、よう言いますわ、食べてきました、じゃあいただきたいと思います、はい、いただきます、ね、生姜と、何やったの、ゆずや、ゆず、そうそうそう、ゆず、おいしい、ゆずとれんこん、ゆず、そうそう、ゆずとれんこん、あのゆずの香りとれんこんのシャキシャキ感がすごく美味しいです、おせち抜き、これ美味しい、はい、
毎度おなじみママイダの稲荷でした。ちょっとこれで、しのぎます、うん、はい、駅で最初駅信濃の駅でガイドブックがあって、そこで調べた時に4時までって書いてあったんですけど、はい、今 Google チキン南蛮の店ね。そうなんですよ、 Google で調べ直したところそこが2時で最近は終了してるみたいなんですね、はい、残念ながら現在の時刻は14時55分なんですよ。必死のパッチで走ってたんですけど、これはもう無理やなということで、はい、テクテク歩いて、4時15分発のバスに乗ろうということになっております、はい、まあ、万が一もし空いてていいお店があったら入ろうかなというぐらいのノリであります、はいはい、さっき稲荷をいただいたんでまだなんとかそんなにひもじい感じはしておりません、はい、って感じです、はい、さらばチキン南蛮、チンチリン、チンチン、はい、国道27号線を歩いてます、はい、腹は減りました、減りました、ちょっともうね大阪まで我慢することにしました、はい、美味しい もうないんですね。美味しいはまだりゅうちゃんのカバンに西川の食パン残ってるはずですから、はい、はい、リンゴもありますから、はい、楽しかったですね、はい、もう雪降ってたなんて全然、あ、今日のまとめ入る、あのね、うん、景色ね、もう私今までの登山の中の3ベスト3には入るぐらいの感動ぶりやった、うん、すごい広々しててね、うん、いや雪もあんな積もってると思わんかったからびっくりしたよね。で熊の衝撃もちょっと怖かったしチリチリ途中経過でした、はい、おー、あっこ白いで、あっこやろ登ってきた、あー、ほんまやほんまやほんまや、まさしくあれ、バイバイ熊さん、あの辺があれちゃん、あのほら、六郎山、あ、はいはいはい、うん、あっちが33軒なのかな、重装したね、うん、ほらば、我々が乗るはずだった電車はい、はい、時刻は15時37分、はい、距離は 20.2 キロ、はい、残念ながらちょっとここの町でのグルメは楽しめませんでしたが、景色は最高でしたね。リュウジさんどうだったんでしょうね。まさかね、雪を歩けるなんて思ってなかったからね。ちょっとでもクマは怖かったね。クマ怖かった、チリチリンかっこいいということで、美味しい登山からお届けしました、はい、また次回元気にお会いしましょう。またねー。